ソフトバンクソフトバンクソフトバンクの主な携帯電話端末納入メーカーソフトバンクの主な携帯電話端末納入メーカーではソフトバンクの主な携帯電話端末納入メーカーについて詳細に説明する現在は以下の旧社から納入デジタル通貨時代は箱に記載されたメーカー略称の文字色 J 本時代は取扱説明書の表紙の色がく メーカーごとに異なっていた。ここではそれについても記載する。73X、82X、92X 以降の国内メーカーの機種で採用されている 3G 端末向け共通 AC アダプタはシャープ製である。なお、スマートフォン向けの共通 AC アダプタは、は星電が製造し、ソフトバンク株式会社販売ではなく、ソフトバンクコマースサービスが販売を担当を、 している。シャープ 206SH2013 年911、SH2006 年略称、SH ハイエンド機から、ローエンドプリペイド機まで、数多く端末を供給するメーカー。機種数が多いことや、液晶の性能の高さからか、ソフトバンクモバイルの中でも一番人気のメーカー。特に液晶の技術があり、カラー化、高画質化もハイペースで行われた。端末提供は、 J4 時代からと長く、携帯電話では、ドコモ会 502i に次いで登場したカラー液晶機種、現在のカメラ付き携帯電話の提訴になる機種、携帯電話初の TFT 液晶機種、SD メモリーカード対応、QR コード対応、メガピクセル機種、高学ズーム搭載、モーションコントロールセンサー搭載、携帯初、VGAA 機種を搭載など、携帯電話において、 業界初機種を数多く手掛ける。同社初の Java 搭載携帯電話も、シャープで製造された。この機種は他にも、カメラや TFT 液晶等を装備し、折りたたみ式の形状と、当時のトレンドを抑えた製品だった。そのため登場時は、j ン市場最強の携帯と謳われ、大ヒットを記録した。当時は NTT ドコモへの端末の供給を一時的に、 休止していた時期もあったが、2002年よりドコモ向け端末をリリース。後に2005年にはウィルコム向け端末をリリース、2006年には au 向け端末をリリース。そして2007年3月には e モバイル向け端末もリリースし、2010年現在日本の携帯電話や PHS の全キャリアに端末を供給する唯一の端末メーカーとなっている。 2006年5月には、ボーダフォン時代唯一のワンセグ対応機種、905SH を発売。11月には3インチ画面を搭載した、後継機の 911SH、業界最高の500万画素 AF 光学3倍ズームなどを搭載、デジタルカメラ顔負けの使い勝手を実現した 910SH を同時発売。また、2007年2月には、 パントン社とのコラボレーションによる24色展開の端末 812SH 夏にはアクオス形態第3弾となる 912SH をはじめ 812SH ベースのシンプル端末のジェントシリーズの初代 812SHS などを発売。シャープ製音声端末としては初となるスライド式端末のフルフェイスなどに機種を順次発売した。 2007年冬にシャ a 専用携帯こと 913SHG。2008年にはインターネット機能を重視したインターネットマシンを発売。2008年夏、モデルとして現在ソフトバンクモバイルで提供されているほとんどのサービスをサポートする第5世代アクオス携帯 923SH。シャープ初となる防水機種ザプレミアムウォータープルーフ824。 sh 等を発表した。また、2008年冬からカメラ重視の端末の販売を再開し、2009年夏にはアクオスショットという名で 933sh を販売、冬には12メガピクセルのカメラと携帯 Wi-Fi に対応した 940sh を販売する。2008年春モデルまでは発話キーと終わり話キーの配置が他の端末と異なっていた。一時期、 ソフトバンク内のシャープ製端末は、高機能カメラ端末、サイクロイド型端末、フルスライド端末、ソーラーパネル形態、ウォータープルーフ形態、シンプルモデル、シニア向けのジェントシリーズの7種類で、主に展開された。2010年冬、スマートフォン 003SH、005SH をソフトバンク向けに初めて投入した。2011年現在、ソフトバンクの 約半分のラインナップはシャープ製品が占めており、また売上ランキングから見てもシャープ端末が常に上位を占めていることから、以前よりもよりシャープ王国といえる状態になっている。2015年冬以降、ソフトバンクとしては初となるガラホソフトバンク 501SH を発売する予定。Y モービルブランドへも 504SH として同等の機能を有する端末を 提供予定。成功ソリューションズ略称 SI データ通信専用 CF カード型端末 VC701SI を供給していた。国内のほか、海外 WCDMA モードでも使うことができる。登場当時の各検証記事や雑誌などでは、NTT ドコモや AU 向けのカード端末と比べ、利用者数型キャリアよりも少ないこともあり。 同じ WCDMA のフォーマーよりも高速、つながるなどと高く評価されていた。ソフトバンクになってからは、HSDPA-WCDMA 方式のカード端末 C01-SI を発売。第3世代データ通信カードでは、数少ない、キャリアが公式に、MacOS 10対応を明示しているカードであり、ユーティリティソフトも提供されている2009年3月に、 c h s i がカタログに乗らなくなった。c h s i 以降しばらく供給がなかったが、初のソフトバンク 4G 端末である Wi-Fi ルーター型端末ウルトラ Wi-Fi 4G101SI を2012年2月24日に発売した。2014年2月に 3G 通信機能を搭載したスマート体素性 K301SI を発売した。 成功ソリューションズ発のフォートビジアンシリーズ、フォートビジアン TB2 を2015年9月に発売した。成功ソリューションズ発の見守り携帯、見守り携帯4を2017年3月に発売した。成功ソリューションズ発のソフトバンクブランド向け柄ほど、して、シンプルスタイル専用モデル、シンプリーと、法人向けポストペイド契約モデル、シンプリー B をそれぞれ発売。 これらは Y モービレブランド向けに発売されたシンプリー 603SI のリモデルとなる。Apple 2008年6月11日初めて投入。最初の機種は iPhone 3G。2009年6月26日には iPhone 3GS を販売。2010年5月8日、5月10日より iPad を予約受付5月28日より販売することを発表。 以降、iPhone、iPad の最新機種を投入している。2011年10月発売の iPhone4S から、au からも販売されるようになり、ソフトバンクの独占状態は終止符を打った。ファーウ w イフォートビジアン h o t o v i s HW001S 略称、HW2009 年夏にデジタルフォトフレームのサービスを開始し、それに伴い、HW001 などに機種を販売した。 2010年からは、ポケット Wi-Fi など C シリーズの販売も行われ始めた。デジタルフォトフレームを中心に供給し、他にもデータ通信端末、スマートフォン、見守り、ホームセキュリティなど幅広く供給している。2015年10月には、ソフトバンクブランドでは、初となる、ネクサス端末、ネクサス 6P が発売された。2018年夏には、 スマートフォンファーウェイメイト10プロとファーウェイのバライト2を発表発売。ファーウェイ自社ブランドでのソフトバンクブランド向けスマートフォン投入は2012年秋発売のストリーム 201HW 以来5年半ぶりとなる。トスタ略称 Z ポーランドズゴティ2010年夏モデルから艦隊携帯ソフトバンク 840Z を発売していこう。 データ通信端末やスマートフォン見守りシリーズなど幅広く供給し、中でも見守り携帯 005Z は週間売上台数が iPhone4 に次ぐなどの人気を博している。近年はシンプルスタイル専用モデルとしてフィーチャーフォンのソフトバンク 301Z やスマートフォンのブレード Q リベロ2を発売している。京セラ略称 KKC デジタル通貨時代に タイプ KC などの端末の供給以来であり、2011年冬、モデルの h o n e y b 101K で参入。しばらくはグループ会社のウィルコム向けにも発売されている。h o n e y b シリーズのスマートフォンがメインだったが、2013年夏、モデルの d ー g の R202K で、強セラ製スマートフォンのメインブランドである d ー g のシリーズの端末も発売するようになった。 2013年発売の 202K を最後に、しばらく供給されていなかったが、2015年2月27日に、発売された d ィーグの U で復帰した。2016年2月26日に、京セラ発の 4G 携帯となる d ィーグの携帯、d ィーグの携帯 502KC を発売。ソニーモバイルコミュニケーションズ800に SE2004 年略称、SE。 SONTT ドコモや AU 向けに供給している製品が日本を拠点に開発されている旧ソニー寄りの端末である一方でボーダフォン時代に投入された製品はヨーロッパの拠点で開発された製品を日本語化した旧エリクソン寄りの端末だったそのためジョグダイヤルや P バックスは搭載されておらず日本独自の仕様である着歌サイトや ゲームサイトインターネットバンキングサイトにはほぼ対応していない。日本向けとして発売されたのは唯一800に SE のみであり、それ以降はソニーエリクソンの会社方針により端末を供給していない。ソニーエリクソンは経営立て直しの一環で日本以外の国での CDMA2000 の開発から撤退し GSM に注力しており、800 SE での 再参入は、n つ t とのデュアルチップセットを使用したボーダーフォーングループのコンバージェンス端末の日本語化により可能となった。ソニーモバイルに社名変更後も供給のない状態が続いていたが、2014年10月に Xperia Z3 を供給すると発表し、約10年ぶりに再参入することとなった。以後、定期的に Xperia、スマートフォンを供給している。なお、 親会社であるソニーは2010年にフォートビジアン DP 回 NS70 を供給していた。でノボ略称 LV2009 年9月に通信モジュールを搭載したノートブックアイデューパド S10 をオンラインショップのみで販売した。2014年9月に Windows 搭載のタブレット h i n k p a d 1 4ソフトバンクを法人向けに販売した。 2015年11月に Android タブレット、レノボタブ 2A8 をベースとした、レノボタブ2を発売した。その翌年には続けて、レノボタブ3を発売した。2016年11月にソフトバンク初となる、Windows 10モバイルを搭載した、スマートフォン、ソフトバンク 503LV を、法人向けに発売した。HTCX-06HT2010 年略称。 HT2006 年10月に HSDPA 発導入で Windows モバイルを搭載した初のスマートフォン端末 X01HT でソフトバンクモバイルへ初めて携帯電話を供給を開始した2007年9月にはストレートタイプのスマートフォンとなる X02HT を発売した2008年11から12月にアジア ヨーロッパでも発売された HTC Touch Diamond、HTC Touch Pro が、X、X-04HT、X-05HT としてそれぞれ販売された。2010年4月には、ソフトバンクから、初の Android スマートフォンとなる HTC Desire、X-06HT、HTC Desire HD-001HT、Des HD などのハイスペックなスマートフォンを発売したが、年月に、 au から i s 11 ht が発売されるとソフトバンクへの供給はなくなった。2017年5月にはグローバルでのフラグシップモデル h t c u11 を2017年夏モデルとして発売することを発表し同年7月に発売開始した。h t c にとっては上記001 ht 以来6年半ぶりのソフトバンク向け端末供給となる。スライア略称。 th アラブ首長国連邦の衛星電話会社。2013年2月に発売された衛星電話専用端末 201th で参入。同時に開始されたソフトバンク衛星電話サービスはスラヤの衛星通信設備を利用している。同年9月に iPhone5 に接続することで衛星電話として利用できるようにするケース型の端末 202th を発売した。 2017年1月に SARIA XT Pro をベースとした 501TH を発売した。201TH に対し、インターフェースの汎用化やバッテリーの強化などの改良が行われている。NEC カシオモバイルコミュニケーションズ日本電機 V601N2003 年、左側起動画面、右側 TB 受信画面略称 N デジタル本体1号機をリリースした。 NTT ドコモ向け端末を中心に供給しており、ボーダフォン向けにはほとんど新機種を投入しなかった。V601N で日本で初めてアナログテレビ受信端末をリリース。ボーダフォン 3G 向け端末 802N、703N は国内専用 WCDMA 端末である。2006年春に発売の 804N では、 VN701 以来の GSM 対応で、本体内部メモリが 450MB である。同社は j f o n ダフォン時代における 3G 冷明機より試験端末を積極的に開発してきたが、ボーダフォン3 g の頃に発売された製品は、機能的な面で大きく劣る機種や使いがあっての面に、重要な問題があった機種などで、他機種と比較され売れ行きは伸び悩んだ。 ソフトバンクになってからは、薄型の商品として新たに 705N を発売し、2007年3月には、兄弟機 706N を発売した。706N の発売以後は、ソフトバンクモバイル向け端末の新モデルは途絶えていたが、2008年2月7日の、ソフトバンク2008年3月期第3、市販期決算発表にて、孫正義が非常に素晴らしい端末の提案をいただいたため、 いずれ魅力的な端末を紹介できると思うと語っており、2008年夏、モデルとして 821N など3機種を発表した。なおこの再参入より、通話、SMS 専用の 740N、741N を除く全機種が、NTT ドコモ向け端末とプラットフォームを共通化し、706N までの機種とは操作性が大きく異なる。2009年夏には、 ソフトバンクに対して初のハイエンドモデル 930N、931N を発表。2010年5月1日に子会社の NEC、カシオモバイルコミュニケーションズが日本電気の携帯電話端末事業を承継し、事業開始した。N カシに統一されて以降、NEC ブランドではメリアスシリーズ、カシオブランドでは G、Z1 シリーズを展開しているが、 ソフトバンク向けはメリアスブランドのみとなっている。2012年にソフトバンク向けでは初となるスマートフォン 101N を発売。2015年現在、フィーチャーフォンを含めて供給がなく、NTT ドコモ向けフィーチャーフォンに集中。将来的に携帯電話端末事業から完全撤退することを見据えて、2016年3月に、 NEC モバイルコミュニケーションズは NEC 本社に事業上としており、その後生産される予定である。旧カシオヒタチモバイルコミュニケーションズ 930CA2009 年略称、CA2008 年8月5日のソフトバンク2009年3月期、第1四半期連結決算発表にて、孫正義社長が8月19日には両社連盟のプレスリリースで発表した。 同年11月21日に 830CA を発売した。なお、830CA、930CA は NEC に開発と生産を委託している。N カシ統一後、カシオブランドの端末は 930CA 発売以降、供給がない。モトローラモビリティ略称 MO、M702MO、702スモが、 ボーダフォン 3G として発売されるも、メールアドレスの特定の場所に、の入ったメールアドレスが、電話帳に登録できない等の使用上の制限、問題が多く、発売から数ヶ月で、店頭、カタログ等から抹消された。702MO、スモー以後はボーダフォンへの供給はなく完全撤退した。日本国内では NTT ドコモへの供給がしばらく続いていたが、二千八年三月、 モトローラは携帯電話部門の分社化を発表した。モトローラモビリティになってからは AU 向けへの供給がメインだったが、2012年冬モデルのレイザー M201M で再参入。2015年現在、上記 201M を最後にソフトバンクへは供給されていない。富士通モバイルコミュニケーションズ202回2013年略称、F 東芝と富士通との合併会社。 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ設立によって、東芝製端末の供給は x l e n t を最後に撤退した。社名が現在の名に変更されても、東芝の遺伝子は一部で継承されており、実質東芝から交代する形で、2012年夏、モデルのアローズウェイ101回から参入。クーマンなど、東芝端末に搭載されたオリジナルコンテンツを楽しむことが可能である。 なお、富士通本体は過去にデジタル本での参入経験がある。2015年現在、前年に発売されたソフトバンク301回を最後に供給されていない。パナソニックモバイルコミュニケーションズ 705P2006 年略称 PPM デジタル本 J 本向けに、松下通信工業時代から端末を供給していた。基本的に、 NTT ドコモ等の P シリーズに準じた製品を配給していた。同社が得意とする薄型軽量技術を活かした商品が多かった。2000年6月発売の j p 0には重量が 61g である。2002年5月発売の JP51 は折りたたみ式携帯電話が人気の絶頂だった当時としては珍しく、ストレートタイプの形状を採用。 軽量かつ多機能だったこと、そしてパナソニックというブランド力もあってストレート端末の割に売れた機種である。現在もソフトバンクモバイルのサイトにて製品情報を参照することができる。ボーダフォン時代は端末を供給しなかったが、ソフトバンクによる買収が行われた後、2006年5月10日のソフトバンク決算説明会で、孫正義が年内に 音声端末を登場させる予定と述べ、パナソニック側も開発中であることを認めるコメントをした。同社製のソフトバンク向け端末 705P が2006年7月に技術基準適合認定。2006年9月28日より、ボーダフォンへ端末供給を開始、ソフトバンクブランドとしても10月7日より発売された。2007年には、兄弟機となる 706P が発売。 2007年夏モデルではパナソニック製音声端末としては初となるスライド型端末 810P を発売。2008年春モデルではパナソニック製ソフトバンク 3G 端末初のハイエンド機 920P を発売。この 920P 以降、NTT ドコモ向け端末とプラットフォームを共通化した端末が多くなるが、ローエンド機は引き続き従来のプラットフォームを 継承している。両社は同じメーカーでありながら操作性が大きく異なる。2008年夏、モデルとしてパナソニック発となる防水機種トロピカル 823P を発表した。それ以降、多くのビエラ形態を発表し、2009年冬にはスピードセレクター搭載のスライド型のビエラ形態を発売。東芝のソフトバンクからの撤退以降、パナソニックは ソフトバンク内でより存在を示すようになり、840p 002p といったカラーバリエーション豊富な端末や、8 4 0 p 4ー i z 0 0 2 p 4ー i z といった法人向け端末も供給するようになるなど、以前より幅広く供給するようになった。2011年発売の 003p よりスマートフォンを提供。 しかし2012年7月の P-06D より国内でも展開されているいるがブランドのスマートフォンは提供されていない。2012年7月に発売されたソフトバンク 103P 以降しばらく供給がなかったが2014年1月に発売されたソフトバンク 301P で供給を再開した。2015年5月29日にはさらに後継となる。 カラーライフ5ウォータープルーフが発売開始された。カラーライフ5ウォータープルーフはソフトバンクブランドのフィーチャーフォンとしては初めてのシムロック解除に対応した端末となった。2018年現在、上記カラーライフ5ウォータープルーフを最後に供給されておらず、いわゆるガラホコと 4G フィーチャーフォンは現時点で存在しない。サムスン電子役所。 SC2006 年春に 804SS で日本向けに初めて携帯電話を投入。本体の薄さが1 4 9ミリと薄いのが特徴。外部メモリー非装備以外は日本の携帯電話のトレンドを取り入れており、クベガ液晶やメガピクセルカメラなどを装備している。また、ユーザーインターフェースも日本の携帯電話に準じたものとなっている。ソフトバンクになってからは、 ボーダホン時代から見ても久しぶりとなるスライド式携帯電話 705SC および折りたたみタイプの 706SC が10月上旬に発売している。その後11月にはソフトバンクとしては最後型となる 707SC やヤフー携帯対応としては初となる 3G ハイスピード対応の 709SC を12月29日に WCDMA 通信方式で 世界サイウスの 708SC などが発売。また、ワンセグ対応の 805SC も2007年6月、中旬に発売された。2008年1月には、有機 l ディスプレイ搭載、500万画素カメラの 920SC が発売。2008年2009年には、オムニアこと、930SC931、SC940SC を発表した。 707スキーを筆頭にプリモバイル対応の端末が多かった。2010年11月に発売された 001SC 以降は新製品が発売されず、同年10月にドコモ向けとして発売された SC-02B のヒット以後、ドコモ向けに軸足を移すようになった。しかし2009年10月発売の 740SC がプリペイド端末として供給されていた。 2014年12月にタブレット端末ギャラクシータブ4で供給を再開した。さらに2015年5月にギャラクシー S6 Edge を発表し、ギャラクシーシリーズのスマートフォンが初めてソフトバンクから発売された。2016年のギャラクシー S7 Edge はソフトバンク向けには発売されないことから供給は休止したと思われる。各端末共通オプションとして、 次のものが発売されている。スマートフォン向け a c アダプタは、以前は、シャープ製以外はほぼ端末製造会社の自社製品を付属品、オプションとし、シャープ製は自社製品か、上述の 3G 用アダプタをマイケラウス部に変換するアダプタを噛ませて使用する、携帯でしか出ていなかったが、現在はソフトバンクモバイルではなく、ソフトバンクコマースサービスが、 販売元となってソフトバンクモバイル端末向けに提供している。また、端末メーカーからオプション設定されている AC アダプタについても在庫限りで終売予定としており、それ以降の追加購入はソフトバンクコマースサービスのものを購入する形となる。2014年後半頃から発売された端末については付属設定自体がされておらず、最初から ソフトバンクコマースサービスのものを新規加入時にプラスして購入させる形をとる。この他、ソフトバンクコマースサービスが販売元となってソフトバンクが認定するサードパーティーサプライ商品ブランドであるソフトバンクセレクションでも対応するソフトバンク端末向けのアクセサリーが販売されており公式に利用可能。2015年3月現在は高電圧。 大出力対応の AC アダプタは、常実のリストにはなく、ソフトバンクセレクションから提供される商品が、推奨されている。三洋電機 V401SA2004 年略称、SA 主に、ローエンド機を中心に、鳥取三洋電機による製造でリリース。V801SA は、最初のボーダフォングローバルスタンダード端末として、投入されるも、 端末価格があまりにも高価だったことや不具合が頻発したことなどの要因が重なったため不評であった。その後、第二世代携帯電話で奇抜な外観が印象の V401SA を発売するも売り上げは思わしくない。結局、V401SA 以降、ボーダフォンへは投入されなかった。三洋電機が NTT ドコモへの納入を再開したことから、 ボーダフォンからは撤退したのではないかとの憶測がなされたまま、ボーダフォンはソフトバンクブランドとなったが、こちら向けの端末供給もされなかった。そして2008年4月1日をもって会社本体の経営不振による再建中の採用電気は京セラにたキャリア向けも含む携帯電話事業を譲渡すると発表した。 京セラに条と後も2010年5月発売の SA002 まで、産業ブランドの端末は a 雄向けには発売されたが、ソフトバンク向けには発売されなかった。三菱電機 DP-222,997 年、略称 DJ フォン時代は、当時人気のフリップ式端末の供給をしており、待ち受け画面に登場するアニメっちゃ、 初の16話音着信音メロディ対応機のリリースや大型スピーカー搭載による高音質、大音量などを実現していた。デザインやスペックは NTT ドコモの D シリーズよりも当時通貨に納入していた TH-4XX シリーズに似たものとなっていた。JT08 と比べ v 4 0 1 h d ではユーザーからの要望も含め改良に改良を 重ね線以上の項目を改善したり、コント、社内の開発チームも解散しており、プリペイド端末の JD07、V101D、V12D、V301D、V401D の保守業務以外、撤退している。プリペイド端末も、201SA1 にとって変わられた。2008年3月、ソフトバンク向けの供給がないまま、 三菱電機は携帯電話事業の収束を発表した。電装 JDN011998 年、略称 DN 携帯電話オリジナルキャラクター、豆像を端末に搭載。シンプルなルックスだが可愛らしく、好評であった。さらに、比較的コンパクトな端末だった上、端末側面にタッチセンサーを搭載し、握っている時のみ、誤動作防止機能が解除されたり、 文字変換機能が当時としてはかなり高度だったなど実用面でも好評であった。そのため液晶のカラー化が進む前の J4 では同社とケンウッドが人気メーカーだった。端末のイメージキャラクターには歌手の知念リナと俳優の江口洋介を起用していた。2001年5月に携帯電話事業でのケンウッドとの協業を発表するも同年秋の商品。 JDN31 を最後に携帯電話事業から撤退。パイオニア略称、ポリエチレン同社端末の売りは、全面タッチパネル式液晶携帯電話。DP-211 は、携帯発のタッチパネル式であり、その兄弟機種、DP-211SW は、携帯発の文字メッセージサービス対応機種であった。操作のほとんどを液晶にタッチすることでできる。 かなり個性的なものだった。2001年春発売の J ポリエチレン032を最後に携帯電話事業から撤退。ケンウッド略称、K デザインと音質を重視した商品が目立つ。1998年春に発売の DP-134K3 は、サイドから見るとイルカのシルエットのようなグリップが付けられており、ドルフィンラインというキャッチコピーで売り出された。 さらに、当時の東京デジタル本イメージキャラクターの藤原、のりかが出演する、同社 CM やドラマでも、同機種が使われ、OL を中心にヒットした。そして、オーディオや無線機の製造を手掛けている、技術力が活かされており、通話品質もハイレベルだった。その代わり、軽量化、多機能化にはそれほど熱心ではなかった。シャープや東芝のように、 高画質液晶やカメラ機能を全面に押し出しているわけではないが根強い人気はあった。しかし2000年頃からケンウッド本体の経営が悪化。2001年5月には携帯電話事業での伝送との協業を発表するも2002年3月発売の JK51 を最後に携帯電話事業から撤退。株式会社山形ケンウッドで生産されていた。富士通品番は DP-12X で始まる。こちらも NTT ドコモ等の F シリーズに準じた製品を配給していた。撤退はかなり早く、1998年夏の DP-125 が最後、J から始まる品ンは1998年暮れの製品から使用されたものである。したがって J×01 等のような品ンの製品は存在しない。 2010年10月に事業開始となった富士通東芝モバイルコミュニケーションズは富士通が8割超を出資する連結子会社であったが同社は東芝ブランドのスマートフォン及び携帯電話の開発、製造を行っていた。また富士通ブランドに関しては au 向けは東芝ブランド同様の扱いだがドコモ向けについては製造受託を行うのみに止まっている。なお、 同社はその後の東芝の携帯電話事業撤退により富士通の完全子会社、富士通モバイルコミュニケーションズとなった。ノキア略称、NKPDC 製品ではデザイン性を全面に押し出した製品を製造、配給していた。1998年秋の商品、DP-154X は当時の日本製携帯電話にはないストリート風のデザイン。 オレンジの配色等でファッション雑誌によく取り上げられた。J ナノメートルシリーズ時代は三洋電機の OEM 製品で展開していた。第三世代携帯電話ではシンビアンを OS 搭載ストレート型 3G 端末 702NK 及び 702NK2 を投入している。スマートフォンを売りにしているこれらの端末は PC との親和性が高いことと世界中に 出回っているシンビアンアプリを組み込めるなどの自由性が高さから PC ユーザーを中心に人気がある。2006年夏にはこれらの後継機種 804NK を発売。採用されているシンビアノスのバージョンが上がり、旧機種で人気だった。買ってアプリは利用できなくなった。代わりに折りたたみ式スタイル2.4インチ首が液晶ディスプレイ FM ラジオチューナーに目が ピクセルデジタルカメラ、赤外線通信機能など、日本製携帯電話に近い機能が搭載されている。ソフトバンクになってからは、ソフトバンクとしては、初となる GSM クワードバンドと 3G のデュアルモードローミングに対応した 705NK が2007年1月に発売された。また、2007年4月に、法人専用スマートフォン端末 X01、 NK を発売した。2008年12月に日本事業撤退を発表し、Nokia E71 は発売を中止、Nokia N82 が最後の端末となった。シエラワイヤレス略称 SW2008 年12月にコネクト USB スティック型通信端末としてソフトバンクシー 01SW を販売した。ロンチアー略称。 LC2009 年3月に e モバイル l の利用のパソコン向けのモバイルデータ通信サービスを開始し、それに伴い、コネクト USB スティック型通信端末としてソフトバンクシー0 l c を販売した。東芝 903T2005 年略称 T シャープに次ぐ人気のメーカー。ハイエンド機からローエンド機まで幅広い層に向けた端末を製作している。こちらも携帯電話で初めて、 クベが液晶を搭載したり、モバイルフラッシュ機能搭載と意欲的なメーカー。2004年夏の V601T 以降の端末においては、自社製 3D グラフィックアクセラレータ、モバイルターボ T4G を搭載している。第3世代携帯電話でも、ボーダフォン発の GPS 機能搭載の製品や、音楽プレイヤー機能を全面に押し出した製品などの製品を開発。 製造している。国内で初めて第三世代携帯電話を展開する事業者すべてに 3G 端末を供給したが2009年夏に T-01A を発表するまでは NTT ドコモ向けの端末配給は途絶えていた。au 向けにも意欲的に端末を供給しているがボーダフォン時代に 3G 端末が登場してから同社向けの供給の比重が増えてきていた。 2006年1月に発表された、ボーダフォン 3G 端末の X-04 シリーズでは、904T が提供されるすべてのサービスに対応し、フルスペック端末となった。910T は Bluetooth によるワイヤレスミュージックスタイルに 1GB メモリなどを搭載し、au 向けの W44T と同じく大容量音楽形態である。また、803T の成功以降、 継続して音楽再生に注力した機種を発売している。2007年2月にはソフトバンク発の子供向け端末 812t を発売。3月にはワンセグや 3G ハイスピードに対応するなど機能が充実した 911t を発売した。2007年夏モデルでは筐体にチタンを採用した 814t、幅広いコーディネートを可能にした 815t などを 発売した。また、2007年12月には、東芝としては、国内で展開する、初のスマートフォンとなる、X、XLHT が発売された。2008年春の 921T は、レグザ形態を名乗り、さらに、メインディスプレイに、UKL を搭載。2007年春から2008年春のモデルは、XLHT、813T 以外の全モデルが、 国際ローミングに対応しない。しかし、2008年夏モデルの 823t と 824t で国際ローミングに対応している。実質、全キャリア供給経験があるソフトバンク E、モバイルウィルコム通貨。ただし、ディズニーモバイルなど MVNO オペレーターを含まない場合2008年冬にはコーディネート形態第2弾 830t などを販売した。 2008年3月の 921T 以降、新たな 9XX シリーズ及び 8XX シリーズは投入の目途が立っておらず、それ以降は、同キャリア向けの東芝機種は、スマートフォンのソフトバンク X シリーズのみの展開となっている。2010年10月、富士通の連結子会社である富士通、東芝モバイルコミュニケーションズへ、東芝ブランドの携帯電話を移管した。 2012年4月、富士通東芝の全株式を富士通に譲渡し、携帯電話事業から撤退すると発表した。富士通東芝は、富士通の完全子会社、富士通モバイルコミュニケーションズとなった。デル略称、DL2010 年冬モデルから、タブレット PC 型スマートフォンデルストリーク001、DL を発売。2012年には、 標準的なスマートフォン 101DL を供給する。しかし、2012年12月に Windows 8のタブレットに開発を専念するため、Android スマートフォンの開発中止を発表。101DL が実質最後の端末となった。ソニー通貨ーーの株主だったソニーは、デジタル通貨ーーの通貨ーーローミング地域向けに製品を供給。 日産の携帯電話事業撤退を機に1999年秋に JSY01 が発売されたが、これが最初で最後の J フォン向け端末となった。岩手県のソニー専務株式会社で生産されていた。2010年7月9日にソフトバンクブランドではなくソニーブランドとしてデジタルォトフレーム S フレーム DPKNS70 を供給し、11年ぶりに ソニーから端末が供給された。ありがとうございます。